滝沢秀明の裏話、飛べエンターテイメントの舞台裏に潜む驚きの真実。平野紫洋さんの言葉からも、飛べエンターテイメントの重要性が浮き彫りになります。SNS もデジタル配信も存在しない時代、私が所属していた事務所は地味な存在でした。私たちアーティストが素晴らしい才能を持っていても、その才能が世界に届く機会は限られていました。 しかし、トベエンターテイメントの登場で、これまでにない新しい世界が開かれました。トベの創業者である滝沢社長は、はじめは不安に満ちた心境でした。しかし、彼は後輩たちの夢を変えたいという覚悟を持ち、決意を胸に東京ドームでのライブを成功させました。たとえまだ弱敗者であるナンバー、愛が、たった5ヶ月で楽曲と MV を制作し、世に送り出したとしても、その情熱と努力は誰の目にも明らかでした。 ト部は、夢を追い求めるアーティストたちにとって、新鮮で広大な世界を開拓する場所となりました。滝沢社長は、最初は不安な気持ちもあったでしょう。しかし、彼は若き夢を抱く仲間たちを変えたいという覚悟を持ち、その夢を追い続けてきました。私は彼らのライブを見て、彼らが本当に自分たちの夢を追い求めていることを感じました。彼らの姿勢は、私に強い印象を与え、 私も彼らの夢を応援したくなりました。一年前、滝沢社長の言葉に希望を見出しました。時間、時代がただただ流れていってしまわぬように、平等に与えられた未来という場所で、僕ら人間が夢を見るだけでなくつかむために、たったそれだけのこと。これは私たちに未来を見据えて夢を追い続ける重要性を教えてくれる言葉でした。そして、平野史洋さんの言葉からも、飛べエンターテイメントの重要性が浮き彫りになります。 彼らが辞めたのは、与えられた仕事をこなすだけの環境に満足できなかったからです。彼らの思いを尊重し、その結果生まれたエンターテインメントは、私たちに多くの感動と喜びを与えました。平野紫潮君は、自分たちの思いを大切にした結果、前の事務所との合わない環境を離れたことを語っています。トベのライブでは、個々の努力が合わさって作り上げたエンターテインメントが披露され、 その姿には本当に感動しました。夢を追い続けることこそ、新しいエンターテイメントが生まれるのだと思います。そして、滝沢社長はエンターテイメントの世界で尊敬すべき存在だと思います。飛べエンターテイメントの成功は、滝沢社長と平野志洋さんの尽力によるものです。彼らの努力と情熱は、業界から消し去ろうとした元事務所の誤算でした。 トベには13人のメンバーがいますが、彼らが自分たちの夢を追いかけることを支えてくれる環境が整っています。そして、その熱心なファンの応援も欠かせません。トベのスタッフは常に真摯にファンの声に耳を傾け、彼らの思いを理解しようと努めています。彼らの凄さを認めざるを得ないですね。彼らは自分たちのやり方を貫き、それに共感するファンが後押ししてくれました。社長やトベのスタッフは、 ファンの思いに真摯に向き合い、その思いを受け入れています。これはとても嬉しいことです。しかし、他の事務所との違いが浮き彫りになります。ファンにとって、経営者はどのような存在であるべきか、その違いを理解してほしいと思います。とべは新たなる夢を追い求める者たちにとって、新たなる道を開いてくれました。彼らの勇気や情熱に触れることで、私たちも自分の夢を追いかける勇気を得ることができます。そして、 その道を一緒に歩みたいと思います。滝沢社長や平野くんの物語は決して終わりません。彼らが示す未来への道はきっとまだまだ広がっています。彼らの物語が世界中の多くの人々に希望と勇気を与えることでしょう。物語の終わりではありません。むしろ、これからが始まりです。では、次の章はどんな物語を紡ぎ出していくのでしょうかそれを見守りながら、 私たちは自分自身の夢を追い求め続けることができるでしょう。